うちのメイドがうざすぎるは中村か子による漫画作品。月刊アクションにて2016年10月号より連載中。略称はうざメイド。キャッチコピーは戦う変態家政府 VS ロシア系小学生のほっこりしない系ホームコメディ。本作はもともとピュアユリアンソロジーひらりでつばくま。 として連載されていたが、同志の休館に伴って、月刊アクションに移籍し、タイトルを現在のものに変更して連載されている。作者の中村は、本作について、おねるりものでなく、ピュアユリです。ただし、幼女っていいな、グフフという作品になっている気がしますとの胸を発言している。また、自身のプロフィールとして、幼女と筋肉と可愛い,い動物をこよなく愛すると、 書いており、本作は中村が好きな要素をすべて取り入れたものと言える。原作のサブタイトルはすべて1000名、鮮明となっている。ロシア人の血を引く、小学2年生、高梨ミーシャのもとへ、筋金入りの養女好きで元自衛官の鴨井いつばが、新人家政府としてやってきた。前職のポテンシャルを存分に活かして、ミーシャに接近しようとするツバメと、 徹底抗戦の構えを取るミーシャによるホームコメディが幕を上げる。2018年10月より12月まで ATX、東京 MX 他にて放送された。インターネットでは光 TV 他にて配信される。高梨ミーシャ役の白石遥香と鴨モイツ役の沼倉奈美によるウェブラジオ、うちのメイドがうざすぎる。キャッキャウフフするラジオ。が、 音泉にて2018年9月28日にプレ配信後、10月8日から12月24日まで毎週月曜に配信された。ゲスト、ありがとうございます。